今回もね、昨日に引き続きコダックやっていこうと思うんだけど、今回はね、昨日とは別の技を使っていきたいね。バブル光線とサイコキネシス型でやっていこうぜ。で、持ち物は力の鉢巻き連打スカーフすり抜けスプーンでやっていこう。で、バブル光線がね、当てると敵に泡3つつけて減速効果与えれるんだけど、自分の通常攻撃とか味方のポケモンの通常攻撃が当たるとね、その泡が弾けてダメージとかも出したりもするからね、今回ちょっと通常攻撃ポッカでね運用していきたいね。で、メダルはまあ黒緑でっていう感じでやっていこうかな。うっ先輩とね、全然なんかうっぽくはないけどな。まあ、サイコキネシスは妨害技として結構優秀だったりするんで、どうしよっかな。一旦これちょっとタイミングまずかったか。いやでも味方取れてるんだと全然ありよ。これはしっかりと念力打ってね、がっつり。もう一度念力打って当たってる。はい、いいよ。意外と通常攻撃優秀なんよな、意外とね。バブル光線、あと泡が当てれば追加ダメージで死んでいきますよと。いいっすね。でレベル上げたいんでこれするか。いや通常攻撃特化型も結構悪くないな、なんか意外と結構軽く。いやこれ引いたらいいな、何人これ引いた方がいいな。当たってないかな、ちょっとさすがに。チップフル打っていいよ。待って、なんかバブル光線ね、結構ダメージ出てる。なんかうわ惜しい意外と惜しい。で頭痛が発動、頭痛ゲージか発動してるときはね、なんかあれなんだよな、泡のダメージが上がるんで、がっつりやっぱダメージを与えていきたいね。はい、こうバブル光線打って、今頭痛ゲージ発生してるんで、これ2体に泡当たるんだな、これな。俺もう死にそう、俺、普通に。いや、なんか、倒せそうなんだけど。待って、意外と火力出てる。すごい。意外となんか火力出るな。いや、いいね、いいね。いや、こっちもありだね。まあ、あとあれだっけ、逆の技覚えないとな、最後キネシス。あれもあったらもっとこう固く立ち回ったりできるからな。誰欲しいんだ、普通に。はい。バブル光線打って、あとはもう泡で追加ダメージ潰しといて、ウミッキにももうがっつりいくからね。で、コタックそんな固くはなかったと思うんだよ。ただ、特性も相まってすごく固く感じるね、コタックね。ゲージが発生すると爆発を起こせるんで、めちゃんこ硬く感じるね。ここはしっかり、サイコキネシス覚えてね。サイコキネシス打って。で、これなんか、もう一回打つと引き寄せたりもとかもできるんで。はい、で、もう一回打つと引き寄せて、っていうのもできるんだよね。なんか不思議な力が発動してるときにサイコキネシス打つと、あれなんだよな。スタンさして、もう一回引き寄せるときに発動するんで、二回もスタン取れるんだけど、ゲージが発動しないときは一回かな。まだそれでもね、クソ強いね。ファイアルがいるね。当たんないかな、最後気にすな。はい。外れちゃったな。なんか上でめちゃくちゃ押されてて、これなんでこれ。はい。で、スタン取っといて、もう一応って、はい。いけるかな。泡使って。はいー。強い。いや、これさ、アタッカー運用も割と楽しいな。いや、割といいね。いる気がする、これ。はい。いるね。で、引き寄せて。あ、引き寄せれた？引き寄せ。もう一回最後ゲリス打つと敵のことを引き寄せたりもできるんで。そういうのも狙っていきたいね、うまいことね。はい。外したけど、泡とバブル光線でガッツリやっていければ、結構火力が出るんで、普通に。一発なんだけど、ナイス、いいよ。てか充電がそろそろなくなってきてますな。また急げ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 、これ割らないとな、始まんねえからな。まあ、しかないもうナイト技で自分硬くなれるから、ちょっと悪くないぞこっちの構成だな。野生狩りが結構早くなるね。ミミキとかとも全然バチバチに殴れてくるんで、もう引き寄せ、あ引き寄せてるよこれ。で煽って最後クネス打って、はい、ナイス強っ強っ。ゲージが溜まった後のコダック結構強いぞ。
どうしようかな、これ。倒せなかったらいけそうだよな。鉄鋼がもう頑張ってきてくるしね。サイコフィネスって引き寄せて、で、やばい、死ぬ。ユナイト撃って。これで2ゲージが溜まったんで、がっつりサイコフィネス撃って。はい。引き寄せて。スタン取ってって感じなんだけど、ちょっと硬えな、やっぱ、タンクと流れ合うの良くないな。てか、俺、ユナイト技、はけてない判定なんだなって。ウエレンがやべえわ、これ。待て。ウエレンやばそう。いや、よく一人で耐えた、それ。偉すぎる。なんか、ちょっと、オーロトとかはね、さすがに押し切れないから、あれは、ああいうの無視したいね。ナイス強い。めちゃめちゃ強い。下レーンはちょっと諦めても良さそうなんだよな。はい。はい、いいよ。で、サイコフィネスで引き寄せて。いいよ。これちょっと危ねえから、あれしたいな、なんかな。寄せて。ファイヤローがいるもんね、そこね。泡だけ打っといて。あ、突っ込んでくる、これ。いいよ。じゃあ、ユナイト吐いて。これ、サイコフィネス打って。うわー、バブル光線打ちたかったなー。思ったよりなんか、がっつり削られちゃった。上レーン集まれてんだけどな、下レーン割られてっからさ、下レーンそんな EP ないと思うんだけどさ、なかなか上レーンに集まれなかったんだよな。で、これ一旦レジエリキの処理じゃないか、もう、下レーンは、敵のゴール残ってて振りってったら普通に、やばいんだよな。敵が来たらこれあれだよ、もう無理だよ、俺。一人だと。しかもマップに打つ、いや、これ来るよ、絶対来る敵。ユナイト吐いておいて、早めのユナイトで爆発起こして、で、一応引き寄せたりしといて、あ、完璧だ。いや、だいぶ追い返したね。マジで来てほしい。アローとかに睨まれてて、かかってくるし、俺もう知らないかもしれない。俺もう死いらない。いや、無理だろ、こんなのな。きつすぎ。なんかもう、このチーム終わってるわ。しんどい。もう、かわいいコダック一人でね。一人無視してね、放置して、鳥につつかれて、エイフィーにね、ぐちゃぐちゃにされて耐えてたのにね、誰も来てくんないんだからな。もう知らねえよな。何も持ってる、銃か。銃はまあ無理だな。いやでもこの構成だとコダック割となんか1対1とか全然できるね。一人で結構耐えてたもんね。全然耐える時間作れるね。待て、なんか、めっちゃいる。いいよ。で、バブル光線打って、強い。で、最後フィネスって。で、最後フィネス誰かは引き寄せといて。いいぞ。誰これ?来か。バブル光線打って。で、引き寄せて。ナイス、いいよ。これ中央行こうぜ、これ。やばいとこ行って、多分、私のことだからなんか向こう行きそうで怖い。普通に中央行って、ちょっと待て、中央行きたい。ここね、ちゃんと中央行って、オッケー、これ倒して、ユナイト吐いといて、で、絶対これ逃がすなよ。バブル光線倒して、いいぞ。落ち着け。あんまり嫌だな、それは。やべえ、なんか、守護できない気がするんだけど、大丈夫かな?ユナイトも結構すぐ吐ける、こいつ。誰裏取りってんの?カメックスか。いや、これ早めにもう殴って勝ちたかったんだけどな、レッグーザンね。ちょっと真ん中に集合してレッグーザン殴って敵をおびき寄せん?一旦。なんかでも50入ってんの ?100 入ってんのか。だったらあれかな?すげえ動きづらいんだけど、やばすぎる。はい、スタン取っていいよ。で、倒していいよ。タイマン強い!あれ、外れたか、これ。ユナイト入っていいよ。で、ボルゴー戦打って、これちょっと引くんだけどさ。まあでも勝てそうだな。真ん中やべえな、でもな、殴ってきてるからな、真ん中の、あれしないとな、一応な、ケアしないとな。はい。ちょ、ミミッキュどうにかしないとこれ、やばいかも。
ゲージたまんねえかな。来た。ゲージたまった。で、バブル光線打って倒して、いいね。あとは、バブル光線打って、一回でケンスタン取れればあっちんだけど。ナイス、オッケー。だいぶでも、この技構成、対面性能結構高いな。まあ、今回レッグーザ取らなくても何やかんやで味方が決めてくれてっからね。勝てそうだね。でもこういう試合結構ごちゃごちゃでだるいんだよな。ね、事故ったりすっからな。本当に。なるだけレッグーザ周りで集まって、シンプルに戦いたいよね、ノラはね。いや、でもこのコダック、いや、悪くないな。いいな。使ってて結構ストレスフリーに感じたな。火力も割とあるように感じたな。そうだよな。だって、いい感じに成績いいもんな。さあ、今回は、まあ、学習なしと。コダックは学習ね、全然ありだったりするよな。進化しないからな。まあ、今回はちょっとアタッカー運用していきたいからね。レベルなかなか、高い方が、全然いいからな。念力、最初は念力がいい気がするな。これスタン取れるしな。火力も意外とあったりするもんな。まあ、ルカリは多分ゴールチェンジしに行くと思うんだけど、行かない感じか。なるほどね。ここはじゃあガッツリ殴っていこうかな。念力が発動したらマジ強いもんな。これなマジ強い。こう発動したらもう、だって何してんの。はいいや、マジ強いんだよな。本当に強い。あれなんだよな、特性が発動した後にコダック、頭痛に悩まされて技とか打てなくなっちゃうからな。おー、許せねえよ、マジで。てめえ。落ち着いていこう。あ、それまずい。ワンチャン逃げ切れそうなの受けるんだけど。まあ、さすがに逃げ切れなかったけど、ダークライとかじゃなければワンチャン逃げれそうだよな。いや、ダークライも弱体化とか傷にね、杖まんまだからな。あいつもあれかな。今、バンとかされまくってんのかな。どうなんだろう。安いかにされてるのなりんだよな。オッケー。取れて、取っといて、で、バブル光線覚えて。バブル光線さえ覚えてしまえればな。嫌だな。ここで特性吐かされるのめちゃくちゃ嫌だな。すごい嫌なんだけど。まあ。まあ、いっか。ただ、ルカリオこれ助けに行けるかな。いけねえな。毒でやれされてんもんな。いや、あと中央に、いるよね、そこら辺。バブル光線食らったまま来てるんだけど。ダークライ多分下にいるよね。これワンチャンダークライやりに行けたらいいんだけど、みんなで。あそこ欲しいけど。ワンチャンね。寄ってあげた方が良さそう、こういうのは。泡で。泡が弾けたら減速効果発動するんだけどさ。よし、いいぞ。いや、苦しいね。苦しい。あ、待って。あ、これ強いぞ。はい、いいね。オッケー。てか、まあ、特性が発動すると技の待ち時間がさ、瞬時になくなるの。マジで偉すぎるんだよね。いやー、きちい、それは。ほんと、機動力高くて、どっからでも来るからな。あんまりあれだね、離れすぎると、ダークライに駆られちゃうんで。まあ、一旦味方待ちながらのがいいかな。これちょっと一人ずつやられちゃってる感じあるからな。一旦俺も含めてね、俺落ち着いたがいい。仲間待ってたかったがいい、ここは絶対に。いや、詰まれるかな。どうだろうな。あー、でも取れた。いいね。オッケー。上レーンもちょっとしんどいんだな。シエレキを繰り込まれたらな、ちょっと処理らなきゃいけないから、結局下レーンも失っちゃうところはあると思うんだよな。ダークライが今上にいるんだったら、これ一緒に殴っちゃうか。せっかくなんでね。あ、ワンチャン取れるんじゃないこれ。うわ、最悪でレジェシル回復しやがってる。マリルリと一緒に、最後クネシスって言おうで、こっちに引き寄せといて。結構火力出るな、マジで。いいぞ。意外とすごく火力出たんで、あとはちょっと上レーンに、行くのもありだけど。上レーンの処理ちょっと任せていいかな。ちょっとここちょっと味方に、まずそうだな。なんかやられてるな。これでも下も離れらんないんだよな、今な。上ちょっと頑張ってもらってる間に、
逃げらな、逃げながら。ユナイト吐いて、これあれだわ、ツーゲージ貯めて、いい感じに、引き寄せて。痛すぎ。よう耐えた。めちゃくちゃ耐えた。頼む。今来てほしい。ちょ、ケスマロ頼む。いや、ちょ、あと少しなんだけどな。いやー、ほんと辛いね。せっかく不思議場だところで結構頑張ったんだけどな。コントローラーの充電しないとな。あれだな、大変そうだな。いや、不思議花とは結構あれなんだけどな。一緒に動けてはいるんだけど。これもう一旦撤退じゃない、普通に安い狩りの時間にしたいな。なんかばらけて動いてくからみんなもう。ちょっとしんどいんだよな。で、これも中途半端に削られて終わっちゃうから。もうきつすぎ。終わってるわ、マジで俺たち。俺たち雑魚すぎる。終わってるわ、もう。どうしようもないからな、もうな。集合っつったってな、もうこれ撤退だよ、もう。どこ集合してもきちいからな、普通に。で、上ではもうさ、どうなん、敵のゴール残ってて、これもう人数、この4対3なんよな。で、敵のがレベル高いからさ。もう普通に戦っても無理なんで、これ一旦ガン引きして守って、レッグーザ戦でいろいろやるしかないんで。そうなんだよ。一旦仲間待ってから行ったら、レジエレキ取らせた方がいいんだけどな。取ってきてくれるかどうかわかんないな。まあ多分取ってくるだろうから、それを、しっかりと、勝負がいいと思うな。もうどうせ下レーンも無理そうだから、これは、集まってしょれたらめちゃくちゃいいんだけど。ユナイト吐けそうだな、ワンちゃん。敵が、いやもう最高キネシスって引き寄せてなんかいろいろできたらいいんだけど。痛いな、ここで発動させられんの嫌だな。まあ、しゃあねえ。一旦削っといてな。オッケー。いいぞ。で、下レーンがちょっと攻めてくるかな、どうだろう。で、月光がもうちょっと冷静になった気がするんだけど。気のせいじゃなければ。ユナイト吐いといて、これ。最後キネシスで捕まえれたらいいんだけどな。多分捕まえらんねえよな。無理そうだよな。あそこはもう仕方ないんで。もう頑張ったよな。もうな。結構。ちょっと経験値がな、なかなか11レベルにはなってきたいんだけど、経験値俺たち仲間で食い合ってる気がするからな。まあ、振りってる状況だとそうなるから仕方ない。仕方ないんだけどな。やばいな。みんな気づいてる。下でやばいんだよ。こういう時も本当に守りとかも本当ぐちゃぐちゃなるよね。危ない。で、引きながらだね。ほんと敵で、なんか敵はめちゃくちゃ揃うけど、こっち全然揃わないみたいな。このゲームあるあるだよな。こうなるとほんとに、しょうもなゲーミングとかすからな。で、集団ちゃんと集団戦もできなくなってってさ、敵に経験値を献上するだけになるからさ、ほんと一旦仲間もあとほんとに、ルカリオも一旦引こうぜ。そこだって木、カバー行ってもさ、敵4人ぐらいいるんだよな、そこ多分。そうなんだよ、中途半端にカバー行ってもな、マジきちんだよな。ナイス、いいよ。これは行った方が良さそうだな、あんちゃん。いやでもな、狩られてんだよな。できればみんなで集まりたいけどな。きつすぎる。マジできつすぎる。ここユナイト入っといて、で、いいぞ。最後キネシス持っといて、で、きつすぎる。無理だな、これな。さあ、気を取り直して、頑張っていきますか。とりあえず集団戦ね、5人で集まってね、ちゃんとやっていきたいよな。それがまあ理想だね。今回、中央誰なんだろう。あ、リーフィアかな、普通にな。で、また適当に、ウォロットと上レーン行くんだけど。ああ、なるほど。スキップするパターンね。じゃあ、ちゃんと、スキップして、がっつり早めに、行こうかな。おっと、待て。びっくりした。戦うのかと思ってた、これ。これなんか、やり合っても良さそうだよな。これゲージが、
がっつりいけばなんかもうワンチャン勝てるビジョンが見えるんだもんな、正直な。あとやばい、取れなかった、最悪だ。まあ仕方ないね、こればっかりはね。やばい、後ろ殴っちゃった。ブラッキーに圧かけないと。よしよ。殴っちゃった、殴っちゃった。気づかれた、ブラッキーに。オッケー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 。ある程度はね、ある程度はあれできてるんで。オッケー取って、で、尻尾振って。なんか来てるな。なんか来てる。明らかになんか来てるもんな。バブル光線打って。ワンチャン倒せそうなんだけど、どうだこれ。いや、きつそう、ちょっと。あと少しなんだけど。まあ、ここはちゃんと一旦。引きながら戦うべきなんだよな。意外と泡のダメージ結構でかかったりするからな。はい、当たってそうだけどな。当たってないのかな、どうなんだろう。リーフィアがね来ると嫌なんだよな、ね、やっぱコダックでも結構対面性能高いな、やっぱな。はい、あれ食っていいのかなそれ本当に。うわー、どう思うこれ。ちょ、がっつり行くかも。なんか、集団戦ちゃんとここ行って、キル回収しに行きたいしね。ちゃんとね。回収できなさそうだなー。せっかく行ったはいいけど。もう少しな、相手ががっつり攻めてきてくれたらよかったんだけど。あと、中央ちょっと行って、あれしよっかな。いやー、でもどうなんだろうなー。ちょっと、辛いとかあるな。これで上レーンがっつりいって4人で押せたらいいな。やっぱ人数より作って押しに行かないとね、やっぱきついからな。ちょ、ここ決めに行かん。一旦ちょっとそれ処理に行くか。間に合うかな。ううをちゃんと潰せればマジで熱いんだけど。はい、あと少し、あとちょっとなんだけどな。ちょ、マジでなんかいろいろと押しすぎるんだよな。本当に押しいんだよな。できれば上レーンをね、がっつり押しに、に行きたかったんだけどさ。もうしょうがないね、こうなってしまった以上ね。もうどうしようもないからな。ちょ、これあれにも来てほしいな。なんだっけ、ジュラルドンにも来てほしいな。できれば。がっつり押したりしたいからな。いや、まあ、でもあれかもな。逆に上レーンを人数より作って押しに行くのも全然ありなんだけどさ。ただ上レーンちょっときつそうなんだよな。はい、気をつけた。ナイスよ。オッケー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 。でかいでかい、このキルはマジでかいぞ。で、早めにちょっとガンガン殴んないと、どっちも行かれちゃうからな。もったいないことになっちゃうから。オブジェクト投げるの意外と早い気がするんだよね。バブル光線の追加ダメージが入っていくんで、意外と早いんだよな。で、上レーンに敵が来るかどうかなんだよな。ジュラルドンがいたら、なんか結構安心な感じもあるんだけど。さあ、バブル光線打ち込んで、いいよ。で、ユナイト入って、敵のカバー力。もうなんでそんなさ、ねえ、カバー早いの、敵。すごいよな。一瞬で集まってくるんだもんな。なんでな、それは。それなんでな。許せねえよな。あ、なんかいろいろ悪さされてるけど。鉄鋼岩の影分身強いな。今回すげえ強く感じるな。普通になんか負けてる時に、それ使われると結構だりんだよな。待て。一旦引かないか。なあ。一旦。さあ、これちょっとかもりに行こう。よしよし、いいぞ。かもっといてで。うわ、あっちに座れちゃったか。落ち着いていこう、これ。まずいね、これ。一旦引きだね、これね。オッケーオッケー、ナイスナイス。いいキル回収。これ回避偉い。キル回収してちゃんと引けたのはマジで偉いよ。本当に偉い。マジで偉い。あとはしっかりと、殴っていこうかな。
そう、上レーン行きたいんだけど、一旦これあれした方がいい。体力回復しないとちょっと戦えねえわ、俺。急いででも向かっていこう。なるだけ早く急いで。そこで一匹落としてくれたらマジ助かる。なんだこれ。ほんと助かるからな。ちょっと落としていきたい感じはあるな。ユナイト吐いてで、大黒熱打っていいよ。二人でがっつり押せたら。よーし、ナイスナイス、オッケー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 。間に合った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 。ここでキル回収できたのはマジ偉い。やべ、頭痛食らってる。最悪だ。ちょ、一旦任せて、一旦。なんかユナイトの溜まんのクソ早くね、なんか。何これ、途中で中断されてる。ユナイト技なんか、連続で打ててる時あるんだけどさ。ちょっと、噛み合わんかったな。俺いけなかったもんな、今のな。あとも仲間待っていこうぜ。ここでむやみに突っ込むのあれなんで、もう処理しよう、みんなで。集まってみんなで処理に徹しよう。がっつり守ろうぜ、これ。敵が来てくれたらな、これキル回収とかできそうだけど。あ、あれ、ステルスロックあれなんだ。ジュラルドンのだ。まあ、敵が来ないんだったら来ないんだって全然いいもんな、これな。これちゃんとみんなで処理してくれるのマジ助かるな。ほんと助かるわ。大丈夫かな、なんか来てるな、これな。結構やれそうだけど。これ下レーンが、ま、いや、上レーンもいるな。ウッフもいるね。一旦ちょっと赤バフしっかり、食らっていこうか、ここな、赤バフな。さあ、どうなるかだなぁ。でも、ここね、むやみにあんまり攻めてほしくないよなぁ。ちょっと上レーン守りながら行くわ。なんか、こういう時って本当に、良くない気がするから。ここら辺をだけちょっとちゃんと買っといて、みたいな立ち回りやっていこう。いつでもね。ちょっと一旦マジで引こうぜ。一旦引こう。頼む、引いてくれ、一旦。レッグザマイン戦いたくない、俺。いいね、いいね。オッケーオッケーオッケー。集合できそうだね。結構10秒前とかに集合していいんじゃない、なかなか。これがっつり集合していかないとね。グレイシア、止めて。ナイスいいね。やっといて。ブラッキーかー。さあ、あそこに撃っといて。いいね、完璧だわ。大黒熱打って。いないと食らいたくないからな、ちょっとな。ついてんだよな、結構な。大黒熱打ってで、やばい。死ぬ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 。普通に死ぬ。一旦帰っていいよな、これ、さすがに。体力やべえから。ナイス、いいね、ジュラルノンが。暴れ回っております。敵殴んの早いやついるねー。まだ最悪だ、これ。いないと撃って。完璧。はい、完璧。よし、いいぞ。これはもうしっかりとあの、向こうに撃って、掘り切っていく。いいよ。で、最高ネス持って。いいよ。オッケーオッケー。で、ウはね、もうちょっとね。オッケー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 。最後マジでうまくいってよかった。マジでよかった。助かった。でもやっぱコダック、アタッカーとしても割となんか、割と強いと思うんだよな。一応スタンも持ってるしな。バブル構成のダメージも、の泡の弾けダメージも意外とあったりするもんな。いいね。